大きなりすぎやろ。こんにちは、カッパです。今日は本田医療さんにお邪魔してます。そこのちえちゃんの紹介です。大きなりすぎやろ。重い。店内放送の BGM が著作権に触れるためミュートしています。反発のタイムのタイヤ。どういう前。うん。ネットに上げていい？ネットに上げていい？別に誰でもいい。おいちゃんもちょっと出るよ。おいちゃんも出るね。おいちゃんも指名手配されるやろな。指名手配はされるやろ。俺だ。どうした？ワン、ワン。これで仕切ったらね。うん。これを仕切ったらね。どう？これでジャンプ仕切ったら、うん。仕切らない。これでジャンプ仕切ったら、ネットに上げたら、結構、隠れ家。いい例が出るやろ。ここに隠れてる。はい。ちえちゃんダメでしょ。キロはいいねんね。うん、キロはいいね。女の子やし。うん、キロええんちよりんやろも。嘘って言ったら怒っていいけど。おいで。おいで。ちょっと振り出したね。うん。行きたいんか？表に。表行きたいの。にゃ。なんとか言ってよ。ちえちゃん。ちえちゃん。はこっち見た。いいじゃない、こいつは。ちえちゃん、さっきから表ばかり見た。これ誰のプレゼント？服。あ、これお客さん。おお、かわいいね。お客さんが作ってくれた男。へえ。でね、これはね、こいつに作ってくれたんやないよ。うん。前おった犬に作ってくれた。前おったら、前も買ってたの。うん、同じシナウだろ。ああ、それは、友達がくれたんよ。うん、これも髪の毛が、髪の毛じゃない、毛が長くなるタイプ。なるほど、何もでも伸びる。少し散髪してやらないかんないね。散髪してやったらいいやん、それこそ。散歩してたけども、寒くなっていけるけど、あんまり散歩するけど、夏の間はね、うん、あの、ペ
結構散髪集中しよったけどよ、うん、首長いよね、この犬種ね、うん、シュナウザーね、うん、意外と長いよね、あの猟犬やもんね、これ、うん、あ、猟犬な、うん、あのネズミとかモグラとか、うん、ああいうのを捕まえるようなウサギとかね、うん、そのタイプの犬や、ちょっと人間並みに首長いもんな。あ、そうね、うん、おいで、おいで、そうそうそう、だからミュートするけどね、うん、ミュートして喋り入れるけど、ネットで出すときもそれが出てくるわけね。そういうこと、そういうこと。音楽入っとったら、うん、YouTube なんか入れたら、あの BGM でもまずいわけね、うん、そうそうそう、二次使用 OK の BGM で著作権違反とか言われたもんな。そうか、考えたらそういうことか、うん、さっきあのネットなんか出してても、まあそうやけどね、そういう意味で音楽かけてるわけないでね、うん、外が雨降っとるせいか外に出たいんか、ちえちゃんさっきから外ばっかり見ていますが、いつも散歩に連れて行ってくれる人が来るのを心待ちにしているようです。なんかまだ早いけど、なんかちょっとそわそわしよるね、うん、この前来とった人やろ、うん、あの奥さんね、お姉さんか、楽しみにしてるみたいね、うん、もう6時半頃になったら来るっていうのなんかよーわかるんやね、うん、なんでわかるんだろう、いややっぱりあの渋谷のハチ公もそうやん、うん、時間っていうのがその24時間のうちにわかるんやろね、うん、違う、うん、そうやろ、これはフル HD で撮影した、スマホはやっぱ写りが綺麗やわ、ただね、やっぱり本当のカメラと違って外で撮影したら風切り音がすごい、釣りがやっぱ綺麗やわ、画面が、やっと名前出させてくれた、今の本当ね、何ていうか、うん、こういう画像中のもよ、うん、ライブの、その音楽のライブなんかでも音響だね、きちっとしてからよ、うん、DVD で出したら本当分からんことになろうね、そうやね、ライブと変わらんことになるやろね、今の聞いてるから、うん、ライブに行かんでも、なんか喋ろ、マツケイがなんかアクションせんことには出しても飽きられるねいや、こういう犬がね、犬がとにかく好きっていう人は見るだけで楽しい、ああ、好きな人おってね、うん、本当に猫じゃないじゃないから、喉触ってもな、でもこの喉とかをね触らせるって安心しとる証拠やろね、初めは俺にも触らせんやったやんか、でも最近触らせんやん、それやっぱり店によるってある程度それはその人間が立ち代わり入れ替わり入ってくるやん、うん、そ
だけど、慣れてくるよね。うん。店番にはならんけど。うん。店番にはならんけど。バンバンバンって。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。登録はこちらからお願いします。またお会いしましょう。